博愛を貫いた驚異の執念も当該には通用しなかった。呉蜀を相次いで退けた司馬氏はその目を国内に向ける。堂々と魏における権力の拡大に乗り出したのである。魏にあくまでも忠義を尽くす勢力、そして司馬氏の支配を受け入れる新しい勢力、二つの勢力の対立は日に日に深まっていた。そんな中、司馬将は兄の暗殺計画の噂を聞く。警戒強化を進言するため、司馬将は急ぎ宮中に向かった。そこで彼は驚くべきものを見る。それは優雅に一人で散策する司馬氏の姿であった。近頃は不穏な噂もある。一人で出歩かれては。めんどくせえとでも言う気か。いや、襲いたければ襲えばいい。今のところ私を置いて天下の頂点に立てる者はおらん。だが私を撃てるだけの者がいれば喜んで道を譲る。散策を続けるとしよう。私たちもお供しますね、四条殿。しばし義のためにお前を成敗する。みんなかかれ。一家戦のものが喜ばしいこと。
程度では譲れんな。さてこれで終わりではなかれ。よろしくない状況。師匠殿、あの土砲を奪ってすぐに。けど本気だぜ。私の知略に勝てると思いか。師匠殿、やればできるというのに。しばし火のため天柱を下す。覚悟せよ。一過性のものでも喜ばしいこと。めんどせ。け
俺の本気だぜ。所詮この手。まだ生きているな。いいだろう。天下はこの私が一つにしてやる。